お笑いタレントの田村健二、48、が18日、50歳を迎える2023年5月4日をもって芸能界から引退することを明らかにした。この日、大阪市内で行われた日本ソフトテニス連盟主催、ナショナルチーム派遣事業のアンバサダー就任発表の会見後に告白した、マックスやらせてもらった、得意はないとし、すでに尊敬するダウンタウン、松本人志、58、には報告済みという。焼肉店を経営するなど実業家としての顔も持つが、引退後は渡米して新たな人生を歩む決意を示した。写真、チャーの顔を誇張する田村健二。決意は本気だった。テレビ番組で引退を示唆した田村は意思を確認されると、区切りをつけたい、と思いを吐露。家族の健康状態など、周囲の状況が激変した場合、ほったらかしにして勝手なことはできない、と変更する可能性はあるとしたが、50歳の誕生日でやめようと思っている、と言い切った。ダウンタウンに憧れて芸能界入りした田村は、芸人として、マックスやりきった、と言い。第7世代が、人気が、出ても悔しくない。勝ちたいと思わなあかんのに、とモチベーションも限界にあるという、一回、区切りをつけて違うところに飛び込んでみたい、と真剣な表情で語った、松本さんには相談して、お前だけずるい。俺もやめよ、と言われたんで、あなたは、飽きません。一生、頑張ってください、と言った、と明かした。引退後は渡米を予定、ビザがあれば事業をやるのにもいい。一芸で取れるようなので獅子舞をしようかな、と笑った。バル、焼肉店の海外展開などの可能性を聞かれると、面白くないでしょう、と即答し、やるなら、米国でミシュラン店を作るとか、と目を輝かせた。焼肉店などの経営を知人に任せる意向もあるとした。芸能生活がカウントダウンに入る中、田村は人生むちゃくちゃになる。このままやってたらめっちゃ金儲かるのに、といたずらっぽく笑った。決断に迷いはない。田村は吉本総合芸能学院 NSC 11期生で同期に剣道小林、陣内智則、中川家らがいる。1992年にコンビでデビュー後、99年からピン芸人として活動。獅子舞の扮装、扮装、やもちギャグ、チャーなどで知られる。現在も関西を中心として超売れっ子で、ABC テレビ、おはよう朝日です、探偵。ナイトスクープ、MBS テレビ、せやねん、関西テレビ、よーいどん、読売テレビ、大阪本若テレビ、などに出演している。実業家としても成功を収めている。